サッカーの第96回全国高校選手権県予選は11日、沖縄市の県総合運動公園陸上競技場で決勝を行い、宜野湾が 2-0 で浦添を制し、19年ぶり3度目の優勝を果たした。宜野湾は首都圏で開催される全国選手権、12月30日から1月8日に派遣される。宜野湾は前半15分、フリーキックの場面で MF の蹴ったボールがゴール前の混戦をすり抜けてネットを揺らして先制点となった。後半2分には、ゴール前へ切り込んだ MF ユンタンザユウキのアシストを FW アメクアオイが冷静に転がして追加点を挙げた。その後は宜野湾が堅い守備を展開。浦添を無失点でどけた。